分で紹介。トライガンスタンピード。舞台は、5つの月が輝く灼熱の星、ノーマンズランド。そこは、ワムズと呼ばれる異形の怪物が救う不毛の地で、生き残ったわずかな人類は、あらゆる物質をゼロから生み出す生体動力炉、プラントを頼りに日々、血肉を削りながら生きていた。そんな過酷な世界に、懸賞金600万ドルをかけられ、関われば必ず最悪に見舞われる、ヒューマノイド台風の異名を持つトラブルメーカーがいた。新人記者のメリウス・トライフは、飲んだくれのベテラン記者、ロベルト・デ・ニーロと共に、連続プラント強奪事件の調査を進める途中で、シンクのコートに包まれた一人のガンマンに出会う。なお、バッシュ・ザ・スタンピードといい、彼が噂のヒューマノイド台風なのであった。バッシュを目の前に、ジャーナリスト魂に火がついたメリルは、一大スクープを求めて彼を追うことにする。しかし、実際のバッシュは最悪どころか、困っている人を放っておけない、誰も傷つけたくない、決して人を殺さないと愚痴にする、お人よしの風来坊であった。バッシュとは一体何者なのか、そして彼の前に次々と現れる刺客の目的は何なのか、すべての謎が明らかになるとき、世界をかけた戦いが始まる。不朽の名作、トライガン、が25年の時を超えてアニメ化。壮大な SF 世界観と、ハイクオリティなガンアクションが魅力的なアニメが、トライガンスタンピードなのです。